はい。じゃあ、亀岡です。今日はですね、6月26日、水曜日からのですね、日本株を中心にした短期の私の相場感と気になる金融と経済とビジネスの動きですね、あの株がですね、ストップ高になっているということで、すごいですね、うん。あの株はですね、おそらく皆さん知ってるようで知らない。そして注目せないようで注目せるっていうですね、その銘柄がですね、ストップ高なんですよね。それについても中盤話していこうと思っております。そして、 最後にですね、えー、注目に銘柄ということで今日材料が出てですね、明日動くかもしれない銘柄を皆さんと一緒に見ていきましょうということで、今日はね、おそらく手短にいい終わるんじゃないかなと思っています。まあ、日経平均が上がったぐらいでですね、他にあまりいい金融とか、えー、ね、えー、経済のあまり材料がないというところなので、まあ、あの、簡潔にですね、簡潔にまとめていきたいなと思うんですが、まずはね、投資を促進ということで、 昨日もちょっとね、会食があったので、YouTube ちょっと届けられなかったんですが、2日ですね、連続で上がりまして、えー、今日はね、特に400円近くね、えー、午後上がってますよね。という意味では、あ大きくね、レジスタンスラインもちょっと突破してきてしまいましたね。まあ、押し目待ちに押し目なしという、そういった状況になっているのが、今の私の状況ですよね。まあ、ちょっと下がったところを買いたいなと思っていたんですが、まあ、そういった投資家が多いのかな。うん。ちょっとこのままですね、上がってしまう かもしれないという、今、そういった状況ですね。まあ、それはそれで、まあ、そうしたら、まあ、またね、えー、今度上がってるところをね、順張りで戦っていくとか、まあ、いろいろね、シナリオを変えていくということになると思いますし、まあ、仕込んでる銘柄ね、行ってこいで、えー、打診をしていた銘柄、たくさんありますので、まあ、そこで利益を追求するとか、まあ、そういった形で、まあ、最適には、まあ、利益をね、出した方が、ね、えー、まあ、 価値なわけで、まあそういった意味ではね、ここから、まあまたね、えー、戦略を柔軟に変えていくということになると思いますし、まあそうは言ってもね、7月まだ始まってないのでね、まだ6月ですか、まあ4月はどうなっていくか、相場はわからないのでね、しっかりと下がってくるようであれば、まあそこはそこで まあ、またね、本玉を入れていくと、そういった戦略になると、まあ、縦玉は全て、玉操作が全てですからね、まあ予想が当たったはずれとよりも、いかにその中でね、泳ぎながら相場をね、縦玉の玉操作で、玉を縦横無尽に操りながら、戦っていくかと、そして利益を追求していくかと、まあそこにかかっているのでね、と、うん、いう形になっているというのが今の状況ですね。うん、まあ、ゲート・オブ・バビロンですよ。いかにこのゲート・オブ・バビロンでね、 <laughs> たくさんのね、縦横無尽の武器を操りながら戦うか。それが縦極の玉操作ということありますね。まあ似てるんじゃないですかね。うん、そのやり方はね、こちらもしよ,よ,よければね、画像を出しておきますけども。えー、でね、円、え、相、ー、場がね、一時ね160円に迫る水準まで値下がりしたんですよね。まあこれがもしかしたらね、日本株の株高につながっている可能性がありますよね。まあ、輸出産業を含めて、えー、円安になることによってね、為替、 の益でですよねが非常にいい出るとということで、まあ、利益がまたね、えー、増大していいくんじゃないかとただ、アメリカのですね、えーまあ、金融当局が、まあ、日本をね、為替捜査国に認定、任命するみたいなね、えー、いうようなニュースも出ていますので、周、まあ、り行きすぎるとね、今度はどうですかね。もしかしたら、アメリカからですね、圧億がかかってくるみたいな。まあ、それに負けてですね、えーまあ、大統領選挙のですね、前に、 まあ、バイデンさんもですね、えー、自分たちの支持,率支持率をですね、高めるために、えー、日本に、えー、強硬姿勢みたいなこともやりかねないので、まあ、9月ぐらいですかね、えー、もう自分たちで自主的に、まあ、利上げを行いますよみたいな形で、植田総裁が他国からね、えー、圧力を、まあ、えー、加わる加えられる前にですね、利上げを行ってくるみたいなことは十分考えられますよね。まあ、他国にね、えー、そういったね、言、え、う、ー、られるって嫌じゃないですか。だったら自分たちでもう、 とっくにありますよってことで、ま、9月利上げみたいな。まあ、そういった展開も、ま、あなくはないかなと思っています。あとね、そうそうそう、冒頭で話したですね、何が今日ね、ストップ高になったかというと、ポストプライムですよ。高橋ンさんがね、満を持して上場させたですね、このポストプライム事業ですね、金融とか経済とかのですね、ポータルサイトということで、こちらがですね、まあ、あ、えー 上場後からですね、ずっと株価上げてるんですけども、今日ストップ高ですかね。いや、すごいなと思いましたね。実際のところですね。まあ、それだけ人気が集まってる、期待が集まってるっていうところなんですかね。時価総額88億円ということで、まあ、89億円か、大体ですね。まあ、非常に、まあ、市場には好感を持って迎えられてるんじゃないですかね。まあ、新しいサービス形態っていうところで注目を集め,て集めているところになるんだと思いますけども、 まあ、すごいですね。高橋ダンさん、上場させてね。うん、そしてえ、実際に株価もつけてるというところなので。まあ、あ、まあ、まあ、もちろんね、エニーカラーとかも一旦大きく上げた後ですね。まあ、どっかで、えー、まあ、主観字とかがね、売りに入って下がっていくっていうのが、まあ、こういった、あ特にですね、グロース株の特徴ではあるのでね。 まあ、そのどっかで売り抜けれて下がっていくポイントは出てくるかもしれないですけども、今のところ最先がいいとお、ご主義相場がついてるというのが、このポストプライム、高橋んさんがね、えー、社長をやってる会社の流れになってるんじゃないかなと思います。あと、NTT ですね。こちらの方もお一応ですね、144円、うん。こちらの方で、まあ、短期反発トレンドに入ってますね。短期上昇トレンドに入ってるってことで、うん、まあ、このお25日を、お 明日抜けてくるようなことがあればね、えー、しばらく160円ぐらいまで,までに向かってね、上がってくる可能性もありますけども、ちょっと先物が崩れているとね、そこはちょっと気になるところかなと思ってます。まあ暑いですよね。まあ、とにかく暑いところで <laughs>、まあモチベーションを喚起するだけでもね、結構へたれちゃいますよね、これだけ暑いとね、まあ異常気象ですよと思うんですが、まだまだ暑くなるということなのでね、まあ、気をつけましょう。あと、こんだけ暑いという野菜が取れなかったりとか。 しますよね日本もだからね、これまでのようにお米とか野菜がね、えー、自由に食べられない国になってくる可能性もあるのでね、水産物だってね、えー、牡蠣とか養殖類はね、えー、こんだけ暑くなってくると、全滅とか、なかなか取れないみたいなこともね、今、取り出されてますからね、まあ気をつけましょうということになるんですが、まあ、この辺のね、異常気象については、ちょっとまた別の動画で週末とかで話そうと思いますけども、僕の考えがあるのでね、これ結構やばいんじゃないかっていうですね、 まあこういった偏差は、ね、急激に来ますから、うん、福利と同じだね、こんなな,なだらかに来ないんですよね。なので、一気に次次にですね、良くない、うん、そういった、うん、ことになってですね、まあ、本当にいい人間の手で追いつかないぐらいに異常気象の、ね、異常値が上がっていくみたいないことになるんじゃないかなと、偏差はこう来ますからね、うん。自分たちが予想する以上の休暇部で え、異常気象は来ると思いますよ。で、ね、まぁ、あ、ちょっと NTT の話に元に戻すとですね、こう、総会があったんですよね。株主総会があって、まぁ、あ、様々な声が、この週末ね、上がっあ、週末平日なのかな、上がったということで、この NTT の総会ですね、株主総会で。まあ、携帯電話のね、えー、料金を半額にしろと。それを優待にしろ、みたいなね。そんな声も上がると。<laughs> まあ絶対叶わないと思い、ね、えー、実現しないと思いますけども、まあ、こういった声も上がってましたよ、と。まあ、注目を集めてますよね、NTT ね。 まあ今日もある雑誌さんのですね、取材を受けたんですけどもね、週刊誌の。やっぱ NTT 特集でしたね。NTT について語ってほしいと。まあだからそういった意味ではね、まあ人気株ですよ。どこまで行ってもね、うん、とは思います。まあ目先反発するところでね、ご紹介しました。で、こういったね、エクセルの投稿は、まあ休み、最近 YouTube 多いですね。まあ最近今まではね、ずっと毎日投稿してましたけども、まあ週3日、4日ぐらいにちょっと減っちゃってます。申し訳ないっていうところもありますけども、 まあ、相場もそんな動いてないですし、ね、あとはまあ、ちょっと本業の方も忙しいのでというのがありますね。X は毎日投稿してますので、まあ、気になる方はね、考欄ーで X のリンク貼ってありますので、こちらの方ですね、最新の買わとか、まあ、知性額についても語っていますので、ぜひフォローしてもらえたら嬉しいなと思います。ということで、今日はね、日経平均振り返っていこうと思いますが、368円高ということで、39,173円で取引を終えてますね。 まあ、レンジっちはレンジなんですけどね、うん。三角持ち合い、レンジ。ただ、まあ、ちょっと上に抜けてきたというところですかね。月曜、火曜と上がってますので、えー、レジスタンスラインを引いてみるとね、これ平行線ですからね。ちゃんとね、えー。平行になってますから。なんかこっちだけちょっと斜めってるとか <laughs> ないのでね、えー、ちゃんと。 合わせた上で、えーね、コピペして移動させてますからねで、えー、ただここ抜けてきちゃいましたね。レジスタンスラインを上にですね。だからちょっと、うん、目先短期上昇トレンドにちょっと入り口、積み跡残してるみたいな、そういった状況になってきてますが、先ほど下がってますから、まだちょっと余談は許さない、うん、まあそういった状況かなとは思っています。で、トピックスはね、えー、こちらも今日すごく上がってますね。1.72%上昇ということで、 まあ僕の持ち株もですね、えー、まあ、バリューが多いですのでね、どちらかというと、大型株よりもですね、えー、まあ、揃って、えー、良い、うん、まあ、含み益が増えてましたね、という状況になっています。ただ、先物がですね、まあ、ニューヨークダウンの先物が19ドル高ということで、えー、まあ、反発をしていますが、まあ、日経平均は、まあ、自立反落ですかね、今日大きく上がったので、ちょっと目先下がっていきそうだということで、 ちょっと今乱調になっています。82円安で下がっています。先物ですね。だ水曜日はちょっと利益確定、売りが入りそうだなという、今そういった状況ですね。あとはね、注目に銘柄かなってことで、えー、材料が出た順にね、えー、最後見ていこうと思うんですが、東方ホールディングスですね。こちらがシンガポールの投資会社、3D Investment Partners ですね。3D すごいな。映画館でもやってるのかというネーミングですけどね。が大量保有報告書を出したんですね。 5.5%を超えたということで、まあ、これがね、需給、需給思惑が入ったってことですね。えー、まあ、大型のですね、金融機関勢力が買っているってところで、えー、何かしらのですね、下心、心、すけべ心があるんじゃないかというふうに思われたってことですね。で、東方ホールディングスですね、こちらは医薬品のですね、まあ、卸販売会社になってますね。うん、まあ、メーカーではないんだと思いますけどね。こういった医薬品の、まあ、そういったいろんなね、医薬局などに、えー、まあ、 下ろしたりとか。あとは、えっ、ー、と、こういった、えー、調剤薬局もやってるのかな、事業としてね。という会社になってますね。詳しいことはホームページの方見てもらいたいんですが、今日は、えだ、ー、から11%上昇ってことで大きく上がりました。で、これね、あの、また信用バリュー0.64なので、えー、これ、まあ、結構高い位置にあるんですが、まあそういうところでね、えぇ、ー、こ、こ、こから下がっていくんじゃないかという予想の中で、押してる投資が多かったんでしょう。大きく空売りが入ってるんですよね。 なので、これが踏み上げないでくると、もうちょっと上がっていく可能性がありますね。うん、踏み上げ相場に入っていると。だから、こう、海外の金融資本勢力も、まあ、狙ってんのか狙ってないのかわかんないですけどね。ここから踏み上げていくということを、まあ、腰淡々と狙った上での大量保有、そしてそれをリークみたいな形なのかな。そしてものを言うみたいな。まあ、このでもね、信用倍率1倍割ってるので、えー、そういった意味では、えー、個人投資がここから踏み上げて あられていくとね、えー、まだ上昇をしていく可能性もあるので気をつけて、気をつけましょうということになりますね。それから今日ね、ニュースが出たんでしょうね。総務,庁総務省が、ふるさと納税の制度をめぐって、利用者に対してポイントを寄与するっていうのをね、えー、仲介サイトを通じてやっていたんですが、これをやめるってことですね。まあ、やめる方向で来年の10月から動くということで、まあ、僕もですね、結構ね、PayPay、えー、のね、PayPay ポイントをもらっていたのでね、 ふるさと納税で。これがなくなるということであってますよね。えー、結構僕は、ふるさと納税、もう50、100?、うん、ちょっとここではちょっと正確な数字,は数字は言えないですけど、結構の額できるのでね、そういった意味では、これがなくなっちゃうというのは結構悲しいなというところなんですが、一方で、えー、その影響を受けにくいところで、チェンジホールディングスですね。チェンジシンカリオンじゃないですよ。チェンジホールディングスなので <laughs>。これがね、えー、まあ今までこういったポイント還元合戦などにはあ参加してこなかったと。うん 我が道を行くって形で、まあこういうことではね、極力加わらない方針を立てていたので、ここに買いが入ったってことになってますね。で、他のふるさと納税銘柄は下がっていると。まあそういった、うん、今状況になっているところですね。で、ふるさと納税ね、仲介サイトのポイント、うん、付与を禁止ということになってきましたので、まあそれでね、えー、まあ今日はチェンジホールディングスがチェンジ株価チャートということで、今日ね、ちょっと上がったと。で、これ結構割安な位置にあるんですよ。まあもちろん、まあ、 これから反発していくかどうかはねこ、たったこれだけの材料でどうかっていうのはありますけども、ただまあ割安の位置でね、えー、ここからまあ材料視されていくと、で、1200円ぐらいでちょっと揉んでますので、えー、ね、ここから自立反発を遂げて、注目を浴びて、本格上昇になるというふうにね、考える投資家がいたらまあもう2年ぐらい下げてるんですかね。1年半はまあ確実に下げてますので、まあ面白いと考える投資家がいたら、 え、心でいろいろ調べてみてもいいんじゃないかなと。まあ割安の位置にまで下がってきたということはまああり得ると思いますのでね。もちろんこの期間で見た場合ですよ。ということになります。ではまあ今日はね、えー、まあそういった意味では、えー、またね、ちょっと昨日お休みいただいてしまったので、まあ総括と今後のね、えー、まあ流れ、考えについて話しましたけども、まあ今自立、レジナンスラインはちょっと突破してきたので、えー、短期ちょっと上昇入るか入らないかというところの入り口に今ありますので、 まあ、でもまあ本当にはっきりしない相場ですよね。日本株に関してはね。うん。まあ上がるなら上がってしまった方が、まあそれはいいですよ、うん。そうしたらより早く下がる相場も来ますし。だからまああんまりこう、横横っていうのがなんかこう、ね、嫌ですよね。うん。そんなに大きく儲かりもしなければ、そんなに大きくね、えー、要は、張ることもできないし、なんかこう、うん。まあ個別銘からね、ちょっと個別ではもちろんね、えー、動いてますし、 大きく割安の位置まで来た銘柄もありますけども、やっぱボラが高い方が儲かるということですよね。うん。ではっきりして、もう上に行く、下に行く、もうし、ちゃんとしましょうよと。シャゲッとしましょうよと。日経平均さんということでねえ、今日の動画は終わりにしたいなと思っています。高速で、